行きます。はい。こちらどうだ。ビデオ映り画面で黒くしてきたやつ。違う。フィルターの形がこんなです。で、さっきの千代ママさんのを見て、このくらいで折ってみました。はい。まあ浮いちゃうけど、こんな感じですね。はい。そして、ジェスターはかっこいいですよ。蓋を開けます。じゃーん。あ、いい香り、いい香り。すごい香り。いや、ちなみに復活の香りのオリジナルブレンドだ、あ、そうなんだ。中身入ってないわ、これ。これもらった。1個もらいます。はい、これがメジャーで 10g です。で、すり切り。1杯。コーヒー復活の、復活の香り。オリジナルブレンドを入れました。1杯分です。そしてこれをこうやってトン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 とやると平らになります。そして真ん中にちっちゃく穴を開けます。ちょこんなもんですかね。さあ、ここからが問題です。3分間で煮なくてはいけません。まずは真ん中に入れて締めらせて、ブクッ、もうちょっと入れてよかったかな。あ、なんか香りが出てきました。いい香りです。まだ。多いんじゃないですか。多いんじゃないですか。行っちゃいますか。さあ、これでのの字に行きます。のの字、のの字。でもいや、まずい。のの字、のの字。これ一旦ストップ。なんかちょっと上がクリーミーになってきました。お湯を切らさないように。意外と落ちるの早いですね。すごい勢いで落ちていきますよ。なんか3分かかんない気がしちゃうんだけど大丈夫かな。切らさないように。下のうち点々が止まりかけたらいけるとかでしたっけ。いいですね。はい。で、これはなぜかヘリに入れそうになりますけど、ヘリに入れるんじゃなく真ん中を狙って入れていくそうです。ということは、今までずっとこうヘリにやっていた自分の入れ方は間違っていたと。味が詰まったあ、もったいないことしたと。それは知らなかった。それは知らなかった。まだ1杯分じゃないですね。今半分ぐらいですね。中がですね、ちょっとこんな感じです。メモリがありますね。もうちょっとですね。はい、もうちょいのの字で。あ、いい香り、いい香り。すごくいい香りです。これで1人前入ったかな。入ったかな。さあ、これでお湯が全部切れちゃう前にもう外しちゃいます。もったいないけど外しちゃいます。イエーイ、できました。ありがとう。飲みます。